MC 層ともについてきてくれますか。いいかも。ありがとうございます。黄色担当ともです。よろしくお願いします。看爸爸谁的？我看到了。阿德维亚。
させていただきます。8月4日大曽根からあんかけエビフレアさん、高浜からトリッコさんが、トリッコさんが来てくれて一緒にライブをやります。そして8月5日日曜日はアンチョウご当地アイドルキャラクターフェスティバル、今年も開催します。はい、ここで出演者情報第1弾解禁です。デラさんと乙女ボタンさんが出演します。もうこの2組はね、リーダーといっても過言ではないよね。そうだね。その他のですね、出演者さんは今交渉中です。皆さんお楽しみに。はい、楽しみにしておいてください。はい、8月のね、告知をさせていただきましたけども、近々の告知もさせていただきたいと思います。はい、6月1日からアンチョウ健康マイレージ毎回の受付が始まっています。体重管理は健やかな生活の始まりです。ぜひ皆さん参加してください。ちなみに今年は豪華商品、景品が当たる抽選会があるらしいですよ。シャンプー、ヘルシオの自動、自動調理器。ねえ、ゆきちゃんってさ、料理するの？たまにします。ね、じゃあさ、今度さ、あんつのために作ってください。はい、あんつのためにが重要。大重要。公民館等でチャレンジシートは公民館等で配布されています。ここアンフォーレでも配布されていますので、終わったらぜひ持って帰ってチャレンジしてください。詳しくは安城市のホームページをご覧ください。はい、ピッチダブルデッカー看板娘のグダグダラジオ、次回の放送は6月29日金曜日22時からです。メールの先は pdd@838.fm です。ぜひ随時募集しているので、ぜひ皆さんメールを送ってください。はい、そして7月1日日曜日は大垣市で行われる、元気はつらつ市に出演させていただきます。大垣市に行くことができるなんて思ってなかったので、すごく嬉しいです。皆さんぜひ盛り上がっていきましょう。はい、そして7月28日土曜日は北明治夏祭りに出演させていただきます。皆さんの大好きな厳しい現場がやってきたので、ぜひ来てください。はい、その他私たちの活動は安城密着コミュニティサイト、安密や YouTube、Twitter などインターネットでも配信しています。安城スペース看板娘、まるー